こんにちは、エリコです。今日は、私の、フロンコンサル、ジュエルズにご参加いただいているミオさんをお招きして対談動画を撮らせていただきたいと思います。ミオさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ミオさんは、去年私のコンサルをお受けいただいて、1ヶ月半で月収10万円を達成されて、今年の2月 ?3 月、はい、?2 月でしたっけ？ 2月です。2月ですよね。今年の2月に月収360万円を、達成されました。もうすごい。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。ちょっと時間が経っちゃったんですけれども、今回改めてミオさんにその月収360万円達成された秘訣とか、子育てされながら、ブログを続けられて、どんな感じだったのかなってところをお伺いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあミオさんから、簡単に自己紹介をしていただければと思います。はい、はい、はじめまして、ミオと申します。はい、私は、今ですね、現在は0歳の、赤ちゃんと、5歳になった年中さんですね、幼稚園年中さんの、息子の2人、の子供のママでもありながら、専業で今は、ブログの、ブログ記事を書いたり、ブログの講師などをさせていただいています。で、エリコさんにまず出会ったきっかけというか、ブログを始めようと思ったきっかけについてなんですけれども、まずはお家で働きたいというのが一番大きかったんですけれども、やっぱりその主人の収入がとかうんうんっていうわけだけではなかったんですけれども、なんかお家でなんか自分で働きたいっていうか、お金を稼ぎたいという気持ちになったんですよね。やっぱこの2人目の子供が生まれるっていうのがあったので、それで、エリコさんに、コンサルをお願いしたっていうのが経緯なんですけれども、妊娠の6ヶ月、子供が生まれてますけれども、はい、その当時は、2019年の4月の、中旬に、エリコさんのところにちょっとあの門を叩くわけじゃないですけれども、はい、そうですね、ちょっとブログの、ブログをやりたくって、ブログでこうお金を稼げるっていうか、ブログでどうやったらお金を稼げるのかっていうのを教えてほしいってことを、ある意味ちょっと直談判的な感じで、はい、させていただいて、でそれから、ブログを開始したっていう形ですね。これまでもちょっといろいろ自宅でできるものはないかなっていうのは思っていたんですけども、なかなかやっぱりうまくいかなかったりとか、途中でやめちゃったりっていうのがいっぱいあったので、今回こそはちょっと失敗したくないっていう思いがあって、もういろいろブログ稼ぐとか、多分検索したと思うんですよね、しますよね、はい、それでなんかエリコさんのブログサイトにたどり着いて、本当にエリコさんのサイトって、多分ご覧になっている方と多分お分かりになると思うんですけど本当素敵なんですよね。こんなおしゃれなおしゃれなブログが作れるんですかとかっていうのを思ったのがきっかけと、なんていうんですかね、イメージ、印象とかが、写真だけしかその時はわからないんですけど、なんかキラキラされていて、私もそういう風な女性にこうなりたいなっていうのが、やっぱり思ったのが、本当にエリコさんに学びたいって思った一番の理由です。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。で、実際にエリコさんの指導を受けてから、全然、最初はやっぱりブログの正しい書き方とかっていうのを全然知らなかったので、こういうふうにエリコさんに書くんだよっていうのを丁寧にやっぱりすごい一から教えていただけるんですよね。ありがたいなって、それが本当にやっぱりありがたくて、でそれで、その通りにやらせて、私も一応、成果を出したいって気持ちがあったので、やっぱりその通りに、進めていって、その結果、1.5 ヶ月、1ヶ月半という期間で、翌月の5月の月収が、10万円を超えたということで、本当に自分でもその時は本当に驚いたのを覚えてます。すごいですよね、本当に、妊婦さんでさらにもう一人お子さん上にいらっしゃった上で1ヶ月半ですか。はい、そうですね。でも、ミオさん、なんでしょう、めちゃめちゃ毎日記事を、例えば毎日10記事書いてとか、毎日7、8記事書いてとか、そういうレベルじゃなかったですよね。そういうことはしてないですね。毎日継続はしてましたけど、思いっきり、
ガンガンやったっていうわけじゃないですもんね。そうですね。まあ、妊娠中っていうのはあって、その、なんか、やっぱり途中で、なんか、睡魔が、こう、来ちゃったりもするときも、うんうん。そうですよ。あ、眠いんでした、妊婦さん。そうですよね。そうなんです。眠さもあるので、まあ、でも、集中するときは、一応集中してっていう形で、うんうん、まあ、一応、毎日、一日一記事は、最低は書くようにして、うんうんうん、で、やっぱり、こう、ママの方とか、主婦の方多いと思うんですけども、うんうん、こう、やっぱ土日、お子さんとの、まあ、時間、まあ、ね、あの、普段の、あの、平日でもお子さんとの時間って多分大切にしたいっていう方が多いと思うんですけども、うん、私の場合は、まあ、子供一人は、あの、その当時はですけども、あの、年中さん、あの、まだ年少さんで幼稚園に、まあ、行っていて、はい、で、まあ、その時間に書くっていうことができるっていうのと、うん、まず、あとは寝た後ですね、あの、うん、睡眠、子供が寝て、そこから作業するっていうのが結構ルーティンになってたかなっていうふうに思います。で、まあ、ちょっとそう日中に眠くなっちゃった時は、まあ、お昼寝したりとかっていう。妊婦さん寝ないと、はい。正直してましたけれども。で、土日は主人もいるので、まあ、本当にちょっとなんか出かけないよっていう時は、まあ、主人に、あの、子供を任せて、日記を書くこともありましたし、もちろんみんなで出かけるよってお出かけの日は、うん、まあ、その時は書けないので帰ってきて、うん、あの、やっぱり自分の頭の中でどっかブログやらないといけないなっていうのがやっぱりあるんですよね、うん、なので、うん、まあ、その帰ってから、まあ、それで子供が寝て寝かしつけて、うん、そこから作業するという感じで、うん、夜中にやることが多くて、まあ、私もともとちょっと夜型なところがあったので、うん、はい、はい、夜型で、うんうん、マリコさんね、朝型なんですけども。完全ある。そうそう、夜にこう結構やってることが多かったですね。だから本当、記事数的には少ないですけど、1ヶ月半でこう10万達成できた、ね、なんかコツって何だったと思いますか、ご自分なりに。コツですね。うん、その最初は、なんか本当に、なんかライバルがとかいう周りで、うんうん、まあ、その、なんていうんですか、強いところを狙わないで弱いところからまずは攻めては行きましたね。で、まあ、そうですね、そういうふうにやりながらも、まあ、だんだん自分でもそのマリコさんと毎日やり取りする中で、うん、こう、あ、感覚的なものじゃないですけど、うんうん、ちょっとこう、まあ、テレビとか結構つけたままだったりするので、うん、テレビ見て、あ、今書けることがあるかもとかっていう風に書いてみたりとか、エリコさんからこう聞かなくてもこうできるものを自分でも積極的に見つけていったりとかっていうのはしていったっていうのがあるので、そうですよね、まあ、そこを見つけるのが難しいっていう方もいるとは思うんですけど、うんうんうん、ただもうエリコさんに最初にいろいろ教えていただけたのが大きくって、うんうん、なので、あ、こうやってここで見つ、ね、なんかネタを見つけるんだとか、うんうんうん、旦那探し方っていうのも教えていただけたので、うんうん、自分でもやっぱりそれは、まあ、その時間帯でタイミングが合わない時もあるんですけれども、うんうんうん、なんかうまくあった時はやっぱりこうちょっと記事を書いてみようって言って書いたのがやっぱり大きかったかなっていうのがありますね。そうですよね。なんか、あの、普通にテレビを見ていても、あの、何にもこう知識がないと、これがネタになるかどうかってわからないじゃないですか。はい、ね、やっぱ最初にこう正しいやり方っていうのを、なんとなくでもこうインプットしていれば、あ、これネタになるかな、このキーワードで書けるんじゃないかなって、どん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 、ね、初心者さんなりにこう膨らんできて、それを書いていくうちになんとなくこう自分の、あの、書ける範囲が広がってくるというか、はい、ね、それが積み重なって10万円いけたっていう感じですよね、きっと美穂さんの前は。そうですね、うんうん、やっぱ突然ある日こう、やっぱそういう風なことで探してた記事で、うん、ポンってやっぱりなんか急に読まれたりとか、うん、なんでなんかリアルタイムがなんかある日4000ってなってた時があって、すごい、その時に意味がよく分かってなくて、なんでその日に書いた記事じゃなかったんですよね、それが、うんうん、で、なんか、あ、でもなんか需要があるものもあるんだなっていうのが分かったりとかっていう、で、それがやっぱり、まあ、結構勢いづけてくれたっていうか、うん、やっぱり一回こうアクセスがって集めたりすると、うん、上位にこうブログの、ね、記事表示させやすくなるので、うん、やっぱそこが、うん、まあ、勢いづいたきっかけにもなりましたね。うんうんうん、はい、そうですよね、本当そうです。
一度その本当きっかけをつかめればこうトン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 っていく感じなんですけど、はい、美穂さんの場合はここで月収10万円一旦感じかれて翌月ちょっと悲しいことに、ね、なって、はい、しまいましたよね。そうなんですよね。もうね、今年も、あった、ね、2020年の5月ですよね確か、はい、もう大きなね、皆さんも結構恐怖だったと言われてる Google の、あのアップデートっていうのがあるんですけれども、うん、それはなんか Google の方がこう順位をこう皆さんを検索するときにこう、ね、うん、多分こう一番上から見ていくと思うんですけど、その順位がこう大幅に入れ替わるっていうものがあって、うん、私が、ブログで5月2019年の5月に10万達成した翌月の6月にその大きな同じような変動があったんですよね、うん、その当時、うん、そうですね、でそれにもろに受けてしまってで、それで収益が実際に10万円いったものが2万円になったんですよね。なっちゃったんですよね。はい、で、もうその時はやっぱり正直落ち込んで、もうエリコさんにももう私のサイトはダメなんでしょうかとか、大丈夫でしょうかとか、ね、なんかそういう感じで、そう、そう、もうなんか相談していたのが、うん、まあ、覚えてるんですけども、うん、ただ、まあ、まずその時も、まあ、もちろん、でもその、なんか今までの私だったら、なんか諦めてでそこでブログをもしかしたらやめていたかもしれないって思うんですけど、やっぱ続けられたっていうのは、うんうん、こうまずはそのエリコさん習って実際に成果を出すことができたっていう実績を持つことができたので、うんうん、まだチャンスがこうあるっていうかって思うっていうのもすごいあるんですよね、うんうんうん、そのここでやめるわけにはいかないっていうか、はいはいはい、また出産が7月末に近づいてたので、そうですそうですなのでどうしてもこうそこまでには復活させたいっていう気持ちもあって、うん、でそれでまあどうしたらいいのかなっていろいろ悩んだりしつつも、ただ記事を書かないわけにはいかないので、うん、毎日とりあえずは記事は書くと、いろいろもうもちろんいろいろなんていうんですか、調べたりとかっていうのもしたし、うん、相談もさせていただいてどうしたらいいかっていう相談もさせていただいたんですけど、うんうん、まあ、ブログの記事を更新するっていうことは忘れないように、うん、まあ、その前、うん、まあ、今までその10万円達成するまでにやってきたようにやっていたっていうのはありますね、うんうんうん、そうですよね、はい、あそこで諦めずにご自分なりにやっぱこう検証を重ねて、そこから本当翌月にもまたボーンって復活されて、ね、はい、8月出産されて本当数週間後には、はい、の日給19万円とか言ってましたよね、美穂さん。そうですね、はい、はい、1日で衝撃的な、はい、はい、できましたね、うんうん、私もそれは衝撃的で、自分でもそんなに行くのかっていうか、そのやっぱ世の中の人が知りたいことっていうのが、その自分の知りたいこととちょっと違うんだなとか、そういう感じもやっぱり受けたっていうのが大きくて、とにかくその時は、まあ、出産して、まあ、ちょっと少しか経ってはなかったんですけど、うん、まあ、前々から書きたいって思ってた記事だったので、まあ、うんうんうん、そういうふうに準備はしていたっていうのもあるんですけども、うん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 、で、それでまあまあいけるんじゃないかっていうか、とりあえずもちろんある程度のアクセスは来るんじゃないかとは思ったんですけど、うんうんうん、ただそこまでのそのアクセス、1日そのリアルタイムっていうのがあるんですけど、1分間あたりなんですかね、1分間あたりに自分のブログを見てる人の数がこう1万人以上になったので、まあちょっと思わずスクリーンショットを撮ってしまったんですけど、それ1万人、はい、でそれが、まあ、ずっと、しかも、まあ、1万人をずっとキープしていたってわけじゃないんですけど、うんうん、5、6000とかはずっとキープしてたっていうのが、はいはい、結果的に日給19万円っていうのに、99万円って、普通になんかこう、サラリーマンもちょっとあるかな、こうね、手取り的な感じですよね。そうですよ、私も実際にやっぱ働いてた時の、うん、月収と変わらないっていうか、給料と変わらないみたいな感じでしたね。本当ブログってこう可能性がありますよね。そんなことができちゃうわけですからね。そうですね、もう本当にそれで、あ、やっぱ続けてよかったなっていうか、本当に思った瞬間ですね。絶対そういう瞬間はいっぱいありますし、なんだろう、はい、こう聞いてると、美穂さんってめちゃめちゃこう、例えばこうウェブの
パソコンのスキルがあってとか、なんかこういうふうに思っちゃうかもしれないけど、全然、なんて言うんでしょう、そういうお仕事をされてきたわけじゃないですね。あ、ないですね。全然何にもそういうのはわからないですね。はい。そうですよね。わからないか。わからない、まあ。その何をするのかもそもそもわからないくらいわからないですね。はい。そうですよね。なんか、ですよね。その状態からですからね。そう、それで8月はそうなられて、で、9月に月収95万。5万ですね。何ですかっていう感じですよ、もう本当にもう。そうですね。すごいですよね。1月にそれで、はい、の、2月に月収360万円。はい、360万ですね。はい。ということで、もう、なんて、1年くらいで、もう1000万弱とかは言ってますよね。そうですね、もう1年はそうですね、経ってなか、うん、中でそれぐらい言ってますね、ちゃんと計算してなくてごめんなさい、ね、あれ、いや全然です、あれなんですけど、500、600万は確実に、ね、あ、600万とか700万とか超えてるのは確実ですね、だからそういう世の中のその年収のハサリーマンの年収、うん、平均年収よりは全然、うん、てか、もし女性として普通に働き続けてたらとかって考えたら、全然それよりは倍とか倍以上かな、買ってもらっ、ね、の収入を得ることができましたね、うんうんうん、いや、はい、すごい、しかもお家にいながらですからね、そうなんですよ、そのやっぱ自分の、うん、はい、理想が叶ったというか、やっぱ、うんうん、もともとちょっと出不精だったっていうのはあるんですけど、インドアですね、そうなんですよ、ちょっとお家でお、なんかお仕事できないから、ね、やっぱり満員電車がちょっと辛かったりとかもあって、やっぱちょっと、まあ、自分の住んでるところとか本当になんか本当に毎日すごいんですよ、人が。そうなんですね。はい、なのでちょっともうやっぱ嫌だなっていうか、電車つらいなっていうか、うん、っていうのもありますし、うん、なので、うんうんうん、働くにしたら絶対もうお家っていうのがやっぱりありましたから、はい、それが本当に叶えられたのが良かったなっていうふうに思ってます。本当ですよね。はい、いや素敵です。なんかこれからミオさんがこう、うん、どうされていくか。というか、まあ、最初にお話しいただいたかもしれないですけど、これからこう、はい、みたいにこう教える側に、まあ、はい、ね、ミオさんも。そうですね、うんうん、実際にこれからこうエリコさんのような感じ、ね、風に、ね、なれるようにという形で、私も、まあ、の人にのブログをこう教える、ブログにはこう、まあ、可能性があるんだよっていうことを、うん、伝えしていく、まあ、発信したりしていきたいなということで、うん、実際にやって準備も進めて、うん、まあ、もうすぐ稼働する感じなんです、ね、うん、はい、楽しみですよ、はい、感じで進めてますね、うんうんうん、やっぱりなんかブログ ね、やっぱりいつでもそのブログやっぱアップデートとか大きなアップデートがあると、うんうん、まあ、ブログをアコとかもちょっと防げないんじゃないかなっていう風な人も多分言う方もまあいらっしゃると思うんですけど、うんうん、逆にこう抜ける人がいるからチャンスかなっていうのもありますし、それもありますよね、うん、なのでまあそういう時はチャンスかなと思って、うんうんうん、で、まあ、やっぱりお家でとか、まあ、ブログで稼いでみたいなっていう風な方がいたら、うん、まあ、ぜひ挑戦していただきたいなっていう風に思いますね、うん、それぐらい本当に可能性に溢れてるのが、うん、溢れてますよね、はい、そう、で私いつも思うのが、私が最初に始める時もそうだったんですけど、はい、なんかブログっていうとこう自分の得意なものがあったりと か、なんか好きなものがあったりとかしないと書けないとかって思う方いると思うんですけど、全然そんなことないですね。まあそのアップデートのこともね、ないですよね、はい、こう。もちろんそういうふうな稼ぎ方もありますけど、そうですね、こうね、世の中の皆さんがこう知りたいことをしっかりとこうキャッチして、そこについてこう記事を書いていくとか、いうことがメインになると思うので、はい、まあ、すると、ね、本当、なんて言うんでしょう、本当、自分、何もないんですとか言う人でも、全然やっていけますよね。うん、はい。私自身も、自分、何もないですけどっていう状況で始めてるので、うん、で、まあ、過去には、そういうふうに自分の商品がないとダメっていうようなものもあると思うんですけど、うん、ブログに関して言えば、全然そういう必要がなかったっていうか、うん、なので、雑誌でもできたっていう、本当にそれがありますね。そこはありますよね。はい、そうなんですよ。なんかだから私もよくママ友とかにこうブログで稼いでるんだっていうと、はい、いやー、えりこさんからできたんでしょうとか言われますけどいや全然そんなことはないってことはもう皆さんにお伝えしたくて、はい、そうですね、いくらでもね書けるものはありますし、
私も全然ブラインドタッチも何もできなくて、こうパソコンも週に1回くらいしか開かないっていう状態から、ここまで来れて、みおさんもこんな風になっていただいて、はい、いやーって感じで、ありがとうございます。いやいや、可能性があるなって思うので、ぜひこの動画をね、ご覧いただいた方にも、はい、いや、始めていただきたいなって思いますよね、皆さん。はい、ぜひ、はい、はい、夢があるなというふうに私は本当に思っているので、うん、はい、ぜひ、こう、ちょっとでもね、まあ、興味があったら、まずは、ちょっとやってみよう、やってみるっていうか、調べてみたり、うん、やってみたりっていうのは、いいんじゃないかなというふうに思いますね。そうですよね。はい、いや、いいお話をありがとうございました、皆さん。いや、こちらこそ本当にありがとうございます。はい。今日はじゃあお越しいただいてありがとうございました。これからも一緒に頑張っていきましょう。はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそです。じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ失礼します。はい、失礼します。